マッケンジー軍はアメリカ合衆国ノースダコタ州の西部に位置する軍である。2010年代に石油ブームによる人口増加が著しく2020年国勢調査での人口は14,704人で2010年の6,360人から131.19%もの増加率を記録した。軍庁所在地はワットフォード式市であり、 同軍で最大の人口を抱える自治体でもある。マッケンジー軍は1883年にダコタ準州議会が創設したが、町ができなかったために1891年に一旦廃止された。1905年にノースダコタ州議会によって再設立され、軍政府は1905年4月20日に初めて組織化された。 軍名は、ノースダコタ州初期の政治家、アレクサンダー・マッケンジーにちなんで名付けられた。軍庁所在地は1905年から1907年まで、アレクサンダー、1907年から1941年まで、シャファーに置かれ、その後に、ワットフォードシティに移され、現在に至っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2861。 平方マイルであり、ノースダコタ州の軍の中では最大である。このうち陸地は2742平方マイル、水域は119平方マイルで、水域率は4.16%である。マッケンジー軍の警官は、軍北セーグルのミズーリ川に沿った、天才畑から、南部のセオドアルーズベルト国立公園や、リトルミズーリ国立草原のあるリトルミズーリ川、 近くの岩だらけの悪地まで多様な様相を呈している。二つの川の間の土地は広大なプレーリーであり、穏やかにうねる地形から岩の多い荒れた牧草地まである。軍の南東隅は隣接する、ン軍のリトルミズーリ川に沿った悪地であり、野生生物、アメリカ山ならしの林、及びバーオークの林が豊富であり、 悪地の北向き斜面にはベースギが所々に立っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて、死になる2002年1月1日に、エルク、ポー及びウィルバー各軍区が一つになって、トライ軍区ができた。ありがとうございます。